今の東京都の状況では、コロナ患者用のベッドを用意してもすぐに埋まってしまうと話しました。現在、東京都はコロナ患者用として4000床のベッドを確保していますが、その8割以上が埋まっています。病院の体制もあり、尾崎会長は4000床からさらに増やすのはほとんど限界だと話しました。